どうも、ナオチンです。さあ、今日も刀剣乱舞無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。レベル上げ場所、そしてお金を稼ぐ場所を教えてくださいということですね。今現在、投稿制限がかけられてまして、1章のゲームプレイ動画、そして4章までの、画像のみ投稿できるという風になってます。美味しい場所をね、ゲームプレイすることがちょっとできないんですけども、ここが美味しいよっていうことを教えることはできます。まず、レベルを上げる場所ですけども、ここが一番美味しいです。最終章の本丸襲撃、赤き空より。ここが、一番レベル上げに向いてます。そして、レベルを上げていくと、お金も貯まります。全員がレベル99になる頃には、もうお金が必要ないぐらい貯まってますので、レベル上げ、そしてお金稼ぎはここで大丈夫です。で、どれぐらいでクリアできるのか、実際クリアしてクリア後の画像をお見せします。こんな感じです。クリア時間は2分ちょっとです。2分半はかからないぐらいで簡単にクリアすることができます。そして難易度ですけども、簡単でやってください。簡単でも難しいでも入ってくる経験値、お金、変わりはありません。ちなみに、今、経験値は表示されてないんですけども、1周すると経験値ボーナスありで1万7000ぐらい経験値が入ります。で、さらに装備で経験値を上げる装備があります。それをつけていくと2万1000か2万2000。それぐらいの経験値が入ります。レベル90代でも1回で2ずつ上がりますので、かなり効率よくレベルを上げることができます。そしてお金もどんどん貯まります。ここすごく美味しいので、レベル上げはここでやってみてください。それでは本丸に戻ってきました。あ、本丸のレベルもあそこで戦ってれば、30までいけると思います。全員が99になる間に30までいけます。で、レベルを上げるのは結構簡単です。時間としても、プレイ時間が20時間になる頃にはおそらく全キャラ99になってると思います。で、レベルよりも問題なのが能力なんですよ。この能力解放、これがとにかく時間がかかります。俺もね、もう全キャラ能力解放終わってるんですけども、めちゃくちゃ時間かかりました。レベル99にしてからさらに20時間ほどかかってますね。で、そこでも、素材の美味しい場所があります。 OK、 そこで回ると、最速で、まあ最速って言っても20時間ぐらいはかかるんですけども、クリアすることができます。場所なんですけども、1、2、3、4章、4章ですね。4章のここ、徳川家康暗殺事件、ここの鬼の襲撃、ここですね。ここは鬼を4体、あ、4体じゃないな、鬼を3体と、武将を1体、その4体を倒すだけでクリアになるので、ものすごく簡単。さらに報酬もそこそこ美味しいので、俺はここを回ってました。結構おすすめです。プレイ動画は載せれないので、クリアした後、お見せします。こんな感じです。それではここで一つ注意点ですね。キャラクターを選ぶときに、右上にマークが出てます。このマークで、経験値が美味しい、絆が美味しい、アイテムが美味しいキャラ、その時その時によって変わります。アイテムの時はアイテムが多いキャラクターを選ぶと効率がいいです。そして装備ですね。装備でこれ、紺之助の根付け、これをねフルでつけていってください。メインキャラ、そしてサブキャラ両方ともですね、両方ともに紺之助の根付けをフルで装備していってください。ではクリアしてみます。こんな感じになります。
プレイ時間が1分17秒、まあ1分ちょっとで周回することができます。レベルはもう99なので上がりませんね。で、素材はこんな感じです。アイテムボーナス、全部入れていった感じで1周で800ぐらいですね。800、これでも結構美味しい方です。1分間で800、なかなかいいと思います。で、さらにクリアをして拠点に戻ってくるとアイテムがもらえます。このもらえるアイテムが毎回違ってて、ランダムだと思うんですけども、まあ、こんな感じですね。まあ、一周すると結構能力を上げることができます。能力の一番最後のページであっても一周すれば1か2上げれるぐらい、素材は溜まりますので、ここが美味しいですね。で、お金も、どんどん溜まっていきます。足らない素材を買って大丈夫です。もうほんと最後の方はね、お金なんてほぼほぼ必要ないので素材代に消えていって大丈夫です。はい、ということで今日はコメントいただきましてありがとうございます。レベルの上げ場所、そしてお金の稼ぎ場所、アイテムの入手場所、やってみました。ちょっとねプレイ動画載せることができなかったんですけども、分かりましたでしょうか。はい、まあとりあえずまたやっていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。